どちらを使いたいか、選んでください。はい、じゃあこちらを使います。このようなボルトです。このボルトを振ってやると、だんだんと短くなっていきます。こんなに短くなりました。元のボルトと比べると、こんなに短くなります。これ金属の脱臼したボルトです。調べてもらうことができます。